皆さん、こんにちは。渕上里奈と言います。よろしくお願いします。クリスマス、渕上里奈と言います。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日はね、12月25日クリスマスですが、プレゼントはもらいましたか？皆さん、ざっと見たところあげる方の人の方が多そうなプレゼントあげた人、やはりもらった人、寂しいねまあそうなるよねいやでもね、もらった人もあげた人もこうやってみんなここに集まって、こういう時間がね本当に素敵だなと思います。本当に今日はお越しくださってありがとうございます。楽しいクリスマスにしましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。ではやや男性率の方が高いかと、男性目線の曲を1曲、ちょっとクリスマスなんですけれどもやや寂しい曲をやりたいと思います。僕の恋という曲です。
日も眠れぬ夜も大事であればあるほど多分当たり前だとこじつけていた。この曲はですね、音源化をしてるんですけれども CD にはなってなくて、で今そういう曲が何曲かありまして、 YouTube でリリックビデオっていう形で公開させていただいております。見てくれた人いますか？お、ありがとうございます。あと3曲、この曲合わせて4曲今リリックビデオありますので、ぜひぜひよかったら覗いてみてください。そして今日 CD も持ってきております。ライブ終わった後に
あそこにけん玉見えるの分かりますか？大きいけん玉あるんですけど、あそこの裏で物販をします。なのでよかったらぜひぜひ立ち寄ってみてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。では、その CD の中の曲からやりたいと思います。私もともとグループで活動してまして、そこから、2年前ぐらいに、一人でやることになって、一人でというかその前は並行してやってたんですけれども、2年前ぐらいからは、そこから離れて一人でこういう形でやらせていただいております。なので、そこから離れて、すごく慣れ親しんだところから離れた時に、そういういつも頑張っとった仲間の存在、かけがえのない存在の大切さとか、すごく大切なことに気づいたので、そういう時にできた曲を今からやりたいと思います。帰りの道という曲です。Thank you.
改めまして渕上里奈と言います。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日はクリスマス、皆さんお集まりいただき本当にありがとうございます。今日ですね、この後もう一回歌わせていただきます。16時からあります。
またセットリスト変えてやりますので、もしもしよろしければ、ぜひね聞きに来ていただきたいなと思います。そして今年はですね、あと1日とっても私にとって大切なライブがあります。3日後の28日水曜日の夜6時半からなんですけれども、広島クラブクワトロというところで、2016通知表というタイトルのワンマンライブをします。チケットがまだありますので、その日は、フルバンドでやります。今日とはまた違ったスタイルでやりますので、ぜひぜひ遊びに来ていただきたいです。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日はあの手売りチケットも持ってきてますので、もし気になる方いたらお声掛けしていただければ対応させていただきますのでお願いします。では、この時間は最後の曲になります。今日はほんまにありがとうございました。最後一つっていう曲です。今
ございました。